オレゴン州道8号線は、アメリカ合衆国オレゴン州のポートランド郊外西部を通る幹線道路である。オレゴン州道8号線の東端は、ポートランド市境界線やワシントンマ丸との間、軍境界線のすぐ西方に位置する国道26号線との交差地点である。この辺りでは、国道26号線が通る渓谷の中を走っていることから、キャニオンロードとして知られる。 公式には、オレゴン州道8号線全線がトゥアラティンバレー、ハイウェイの指定区間である。東端から西方に進むと、オレゴン州道8号線はビーバートンに入る。フリーウェイである、オレゴン州道217号線と交差を越えると、標識の表示が TB ハイウェイに切り替わる。オレゴン州道10号線と一外区を挟む距離まで近づくが、そのまま交差せず平行に走り続ける。 地元の人々は平面道路を用いて8号線と10号線の乗り換えを行う。さらに西へ進んでビーバートンを越えると自動車専用道路となり、ワシントン郡の都会的な非法人地域を抜けてヒルズボロへ突入する。ヒルズボロの中心街を越えると隣接するコーネリアスやホレストグローブに突入し、パシフィック大学の隣を通過する。 フォレストグローブで指定上の終点となる、オレゴン州道47号線との交差点を越えると、オレゴン州道8号線は、ネヘーレムハイウェイと呼ばれる道路の一部となる。フォレストグローブの西部では、オレゴン州道8号線は、ゲールズクリークロードとして知られるが、この区間はもはや公式の州道ではない。フォレストグローブ西部の農業地帯を越えると、グレンウッド付近で、 オレゴン修道6号線と交差し、オレゴン修道8号線の生誕となる。ビーバートンでマレーブルバード付近のオレゴン修道8号線。東方を望む。ありがとうございます。